おはようございます。はい、では、定例記者会見よろしくお願いいたします。はい、幹事長の茨城新聞です。はい、まず1点目、お伺いします。建設地域の新中核病院の建設に向けてですが、はい、昨日建設推進会議の事務局が、設置される方向ということで、筑西市桜川両市市長の間で交流されたということが決まりました。県として今後どのような支援をされていくのか、知事のお考えをお聞かせください。やっと本格的にスタートする体制が整いつつあるのかなと思っておりますけれども、推進会議をなるべく早く設置していただいてですね、そこで実質的な議論をしてもらう、そして両親が納得できる方向というものを示してもらわないとですね、県としてもなかなかやりようがないなと思っております。ただ昨日設置が決まった会議については県にも参加を求めていきたいということでありますから、そこはそれで一緒になってやっていければと思っています。ありがとうございます。この件に関してですね、地元の、県議会の議長でもありますけれども、県の主導的立場ということをですね、望んでいるようですけれども、そういったお考えについてはどうですか。ついこの間も、審議会議長会の会合に、懇親会ですけど、呼ばれたものですから、そこで両親の議長さん方といろいろお話をしました。なかなかしかし、まだまだ具体的に両方が納得できるような結論に行くというような感じはなかったですね。ですから、我々としては今度の一応事務的な会議ができるわけですので、それをそこで一生懸命早くですね、議論をしてもらって推進会議につなげていく、そこでできるだけ早い結論を出すということにしていくことが必要なんじゃないかなと思っています。ありがとうございます。もう一点、お聞きします。減反のですね、5年後の大目処にした廃止の方針が昨日示されましたが、まずこの方針について知事としてどのようなお考えがあるか、そのと廃止された場合ですね、県への影響というのはどのようなことが考えられるか、お聞かせください。我々思っていたよりも早く方向が示されているんで、実はちょっとびっくりしているところであります。これまで50年間続いてきた制度でありますから、これを改善していくといいますか、廃止するということによってですね、どういう影響が出てくるかということを真剣に検討していく必要があるんだろうと思っております。ただ具体的な制度設計がまだできてないんですね。例えば転作作物にいくら上乗せするのか、これがあんまりたくさん割れすると本当に水田から米作りからですね、他の転作作物にたくさん移ってしまうかもしれませんし、あんまり安いんではなかなかそれが進まないかもしれません。そういった点でですね、今の段階でどのぐらい県に影響があるかという、県内の農業に影響があるかということについては、なかなか示しにくい状況にございます。ありがとうございました。幹事社からは以上です。柿田さんどうぞ。はい、どうぞ。産経新聞篠崎です。よろしくお願いいたします。茨城空港についていくつか伺いさせてください。まずミャンマー戦についてですが、8月の覚書の時点ですと、年内の就航を目指して週3往復というようなお話があったかと思うんですが、先日発表された運航スケジュールですと、来年2月に4泊5日のツアーが5回ということになりまして、当初予想といいますか、我々が想定していたよりもだいぶ後退といいますか縮小してしまったようなイメージもあるんですけれども、知事はこれをどのようにお考えになられているか、あと何か今後対応といいますか、されるようなことがありましたら教えてください。今回の変更についてはですね、私どもも大変残念に思っておるところであります。航空会社の方の説明によれば、9月30日から、アナによる成田ヤンゴン路線が
週3便から週7便になって、それで、機材も大型化して34席から202席に増加したということでですね、座席供給量が圧倒的に増加している現状にございます。そういったものを見てですね、必ずしもこの席が十分に埋まっているという状況でもないのかなと思いますので、いろいろと向こうで調査をして、どこまで今踏み込んでいいのかどうかということについて検討を重ねてきた結果ではないかなと思っております。まあ、なんとかそれでも月5回のチャーター便の運航にこぎつけたところでありますので、我々としてはなんとどうしてもですね、この路線を本格的なものにしてもらうためには、このチャーター便がしっかりとお客の確保ができていくことが必要だろうと思っております。したがって全面的に客の確保ということについて、協力をするということをやっていきたいと思っています。ありがとうございました。茨城空港の関係でもう1点ご質問質問いたします。国内線で米子線が就航が決まりましたけれども、鳥取県と茨城県、まあ、お互いにちょっと馴染みが薄いのかなという感があるんですけれども、知事はこの米子便の利用について、県民に、また鳥取の方にどのように PR していくお考えでしょうか。茨城新聞の各フライトの利用状況を見ていただきますと、比較的バツがついている、予約済み満席というのがついているのは那覇便なんですね。ですから同じようにですね、ここから神戸行って神戸から米子へ行く人もいるかもしれない、あるいは神戸の人で米子へ行く人もいるかもしれない、そういう意味でこっちからつながっていくということによって、神戸便のお客さんもさらに増えていくんではないかなと思いますし、米子へ行くという点では本県だけの利用者じゃなくてですね、神戸市の利用者も考えられるんではないかなと思いますので、そういった点で、利用が増えてくれればありがたいと思っているところです。はい、どうぞ。茨城新聞の小池です。全国学力テストについてお聞きします。知事は結果についてですね、公表の方向なのでしょうか。どういったお考えをお持ちなのでしょうか。まあ、前にですね、いろいろな経過があるわけであります。例えば泉佐野市などは文部省が示す要項を遵守しなければ全国調査に参加できないというような通知なんてもらってるんですね、かつてですね。それですからそういうことになっても大変でありますので、ある程度歩調を揃えながらやっていく必要があるのかなと思っております。まあ、今回文部科学省の中で、いろいろ地方の動きというものを踏まえて、公開のことについて、公開について検討されているということでありますから、できるだけ、前向きな結論というものを期待したいと思っております。ただ市町村による公開ということが議論されているようでありますのでですね、そこの方向に向けて、進んでいってくれればいいなと思っております。ただ学校の差別化ということにつながるという面は間違いなくございます。したがってそのデータをどのようにすればより有効に生かしていけるかという点での検討が必要だろうと思っております。例えば筑波などですとですね、学校によっては、博士号所持者の指定がわんさかいるなんてところもあるんですね。そうなるとやっぱりこの全世界というか全日本的なレベルで、頭脳が集まってきているところでありますから、そこの子どもたちは多分、やはり高くいい点数を取っていくんだと思いますよね。ですからそういったところと比較してこっちの小学校が悪いというものでは絶対ないわけでありますので、そういうことについて十分、保護者の方々にも理解をしてもらいながら、結果を活用していくことが必要なんじゃないかなと思います。市町村ごとぐらいが、適当ではないかということでよろしいでしょうか。学校別まではなかなか公表するというものは行き過ぎというお考えなんでしょうか。いや、今議論されているのは市町村長各自治体がですね、学校ごとのものを、公表することも可能としようとしているんじゃないかなと思います。あと、一方でですね、市
町村の統廃合とか進んでますけども、その中でやっぱり小規模校のですね、ある程度、まあ知事もある程度の規模は必要なんじゃないかというこれまでも言ってましたけども、そういった活用のこう何ですか、適正規模みたいなものに活用することも可能なんでしょうか、こういう学力向上とか含めて。まあ、いろいろなケースがありまして、少人数で成績がいいところもあればそうでないところもあるということですので、一概には言えないと思います。それですから今度の結果で学校の統廃合に影響を与えるような使い方というものはなかなかできないだろうと思っています。ありがとうございます。朝日の本間です。よろしくお願いいたします。東電のですね、賠償打ち切りについてお尋ねしたいと思います。先般知事は、予算特別委員会でですね、打ち切り通知の業者数40とお答えになってまして、はい、先週の金曜日私が取材をしたときには東電側が22と言ってました。これは国会の答弁でも出た話らしいんですけれども、はい、このどういう経緯でこういう齟齬が出たかというのは何かご説明は受けてますでしょうか。私ども数値が違っていたのでびっくりしたんですけれどもですね、茨城県の方では電話連絡などにより打ち切りの合意を得ているために通知を送っていない事業者もあるということで、その数も含めて40社というお話があったようであります。ですから具体的にこの本社の方がですね、実際に通知を出した数として精査したらば22件となっていたということでありまして、事前に打ち切りますよって電話したらそれで納得した人もいると、そういう人も含めて40社を対象に働きかけを行ったということであると思います。東電はですね、そのケースバイケースということでその打ち切りの基準を、まあ、明確にはしていないんですけれども、知事としてはこうどういった状況 です、ね、打ち切りがなされるというのが妥当だとお考えでしょうか。私は前々から基準作りの委員会で意見を聞かれたときにも、相当因果関係があるものについては全て保証してしかるべきだということを申し上げております。したがって東電も個別の事業者と協議をしていく中でですね、因果関係が認められるものについてはちゃんと損害賠償をしていくべきであると考えております。被害者の方々もですね、この先その未来永劫補償が続くというには一切考えてないようなんですけれども、例えばなんですけれども、知事その、まあ、売上がですね、その7割であるとか8割であるとかですねぐらいまでに回復したらいいとかですね、そういった基準といいますか、そんなもののお考えって何かありますでしょうかね。そこはちょっと難しいんだろうと思います。もし作るんであれば県でなんとかとかいうことじゃなくて、全国的な基準としてしっかり、基準を決めた委員会があったわけですからですね、そこで、もう一回決めていかなければ難しいだろうと思っています。ただ先ほど申し上げましたように、相当因果関係というものが認められるものについては少なくとも保証すべきであるし、また事業者の方との協議の中で、事業者によっては段階的にやっていくのであればやむを得ないというような考えを持っておられる人もおりますしですね、いろんな考えの方がおられるようでありますから、個別に対応していくほかはないんだろうと思っています。分かりました。先般の議会以降、直接東電側とお会いになったりしたことはございましたか。今ですね、いろいろなこの状況調査をしております。さっぱり出てこないんですけども、新しい事実というのはですね、そういったものを踏まえてできるだけ早い機会に東電の支店長とは話をしていきたいと思っております。どうもありがとうございました。はい、どうぞ。東京新聞の林です。先日Jパークセンターが 2度目の住民説明会を開いてですね、この事故があった当該施設を除いて、来年の1月末から順次実験を再開したいというような意向を示したんですけれども、これ県の方にはどのような形で連絡が来ているのか、これに対して知事はどのように回答されるおつもりなのか聞かせてください。まだ来年1月末をめどに再開していきたいという話は本県には正式に来ておりません。
まあ、向こうが説明会の中で話をしたということであります。まあ、一応 JPAC 側として見れば我々の方で県の原子力安全対策委員会のチェックをし、そしてまたその後ですね、異常時対応体制の見直し、施設の安全評価体制の強化などの再発防止策は公表になっているわけですけれども、それの評価だけではなくて、さらに安全管理体制の面ではマニュアルの整備や教育訓練の実施状況などについて、事業者から詳細な説明を求めていく必要があるとされております。例えば、利用者の方々にですね、十分なこの原子力絡みの知識というものを持ってもらわなければいけない、そういう体制などで不十分なものがあるんじゃないかなといったことも指摘されております。したがってそういったことがきちんと出来上がってくるかというのを見届けながら判断していく必要があるんだろうと思っています。そうするとこのままゴーサインを出すということはない、あれですね、我々としてもできるだけ早くこの JPAC というのは運転開始してほしいなという期待はあります。ただ一方で安全体制のチェックというものはこれ絶対やっていかなければいけないわけでありますので、そちらでこれから先ほど申し上げましたような点について、原子力安全対策委員会のですね、意見というものをしっかり聞きながら対応していきたいと思ってまして、いつということを今の段階で言える状況にはございません。住民の不信というのは前回の最初の住民説明会で出なかった事故後も換気扇を回し続けてたということで、 JPAC 側は30分で最初の30分で放射性物質が全部排出されたので、あとは回しても止めても一緒だというような回答だったんですけど、まさに研究者の回答でですね、まあおそらく最悪の事故が起こってもっと放射性物質が出ても多分彼らは回し続けてたんだなという住民の不安があるというところまで想像がいってない。もう一点、これ事故後も加速器、当該事故を起こした施設に陽子ビームを送ってた加速器50ウェーブシンクロトロンを動かし続けてたんですけれども、これ理由としてですね、センターは安全に止めるために人員と時間がかかったと説明してるんですけれども、くしくも前回の説明会でですね、中性子を発生させてるのに地震が起こったらどこ飛んでっちゃうか分かんないじゃないですかっていう質問が出たんですよ。その時センターはその時はすぐに止まるから大丈夫ですと、東日本大震災の時にもそう止まったと、そういう説明したんですよね。地震の時には止まるけれども、何かわからない異常事態の時には止まらないんですよね、ということはいずれも研究者の判断なんですよ。でその判断に自分たちの安全を委ねるまでの信頼感というのがまだ醸成されてないんですよね、多分住民側からすれば。それを県の担当者、より住民の視線に近い県の担当者がしっかりとセンター側に伝えるべきじゃないかと思うんですけれども、いかがでしょう。我々先ほど申し上げました安全対策委員会がありますから、そこできちんと再開するにあたってはこういったことをやってこなければダメですよということはチェックをしてまいります。それから住民の皆さんへの不安解消という点では、データなどを積極的にどんどん開示していくということもありますし、あるいは体制的にも何かことがあったらきちんとある程度のレベルの人にすぐ連絡ができて、そこできちんとした判断ができるようにという体制もJPAC 側は整備したところでありますので、ですね、そういったことを十分に説明していく必要があるのかなと思っています。おそらく機械とかそういった体制ではなくて研究者の判断を信用してないと住民が思うんですが、その辺いかがでしょう。今回の場合はもう地元で責任者と連絡が取れなかったということで、本当にその場にいた人たちの判断でやってしまったと、それを今回の会の中でですね、しっかり責任取れる人にすぐ連絡して相談して行動するということを言っておりますのでですね、そういう体制は一歩前進ではないかなと思っています。処理の判断ということだけにならないという点でですね。ありがとうございます。NHK の佐藤です。よろしくお願いいたします。質問一つ戻るんですが、先ほどの賠償打ち切りの問題なんですけども、
早い機会にその東電の支店長とも話をしていきたいということなんですけれども、はい、どのようなスタンスで、話し合いに臨みたいというふうにお考えですか。まず一つには業者側の言い分というものをよく聞いてほしいと、それからその前の段階かもしれませんけれども、東電側の考え方をしっかり説明してほしい、そして、業者側の言い分をしっかり聞いて、その上でお互いにいろいろな議論をしてもらえればいい、まあ、今いろいろ東電さんで、この通知というか連絡した中でですね、かなりの割合は通知を受けた事業者のうちかなりの割合は納得しているという方もおられます。また一方で原子力損害賠償紛争解決センターによる和解の仲介の申し立ての意向を示した方も数名いると聞いておるところでございまして、これはしっかり説明し、そして議論をした中でどういう方向に行くのかということが決まってくるんだろうと思っております。私どもとしてはいずれにしてもできるだけ事業者側の説明をよく聞いてもらって、そして相当因果関係があるということであればそれについては積極的に賠償損害賠償してくださいということです。どうもありがとうございます。茨城新聞の松下です。筑波研究学園都市が、建設決定の閣議了解から50年を迎えたということで、来週には記念式典もありますけれども、学園都市について、これまでの成果と今後の期待についてちょっと知事の考えをお聞かせください。独立行政法人化なども行われる中で、研究者間の交流というものもかなり進んできたのかなと思っております。江崎先生も積極的にですね、そういう交流の場などを作ってくれておるところでありますので、そういう方向をさらに進めていくということが必要だろうと思っています。そして期待としては今もこの国際戦略総合特区という指定を受けて、その中で多分7つの指定地域の中で一番先を走っている、実用化に向けて一番先を走っている状況ではないかなと思っております。例えば BNCT 一つ取ってみても、これは世界で最先端のものでありますから、しかも出来上がればかなり小型化もしておりますので輸出産業になっていくかもしれない、あるいはまた生活支援ロボットといって春、三階先生が作っておられる春ですけれども、これも我々も今度新しく医療器具としての承認ということもことに向けても体制作りをしているところでありますけれども、ドイツではもう医療器具として認証されている、いろいろな動きが出てきてますから、筑波発という点で、これから飛躍的に伸びていってくれるんじゃないかなと思ってます。逆に学園都市が抱える今後の課題みたいなものについて何かあれば。これから地域全体に上手に広がっていかないといってくれればいいんですけれども、筑波のど真ん中はかなり人が住んでくれてるけれども、周辺地域が過疎化が進んでくるとかいろんなこともございますので、全体的にこの発展していく、皆さん市民ばかりじゃなくて周りの人も喜んでいけるような地域づくりということが必要なんではないかなと思っております。はい、どうぞ。茨城放送高木です。少し前の話で恐縮ですが、参議院山本太郎議員が天皇に手紙をという一連の事件がありました。で、実は山本太郎さんが水戸で街頭演説を行っていたというのがインターネット上で、配信されております。知事の見解をお聞かせください。こちらで街頭演説を、一部ネットで私も拝見しただけなんですけれども、街頭演説水戸で、日付はちょっと確認しないとなんですけれども、つい最近だったということで記憶しております。選挙の時じゃなくて、そうですね、この最近だということで、はい、私のどういう中身なのかが分からないんで何とも答えようがないんですけれども、街頭演説やること自身は、悪いことではありませんのでですね、中身に問題があったのかどうかということだろうと思います。陛下への手紙についてはいかがでしょうか。陛下への手紙ということについてはやはり
守るべきマナーというものはあるんだろうと思います。皆さん陛下にご覧いただけるんであれば仲出したいという気持ちはお持ちでしょうからですね、そこはやはり一人だけが ああいう形での行動を取るということは不適切であったんだろうと思っています。ではありがとうございました。